糸魚川市徳愛の海岸、沖の方を眺めてみるとありました。確かに電柱です。海の中に電柱が立っている、なんとも不思議な光景。一体なぜこんなところに電柱が立っているんでしょうか。近くの筒石漁港を管理する糸魚川地域振興局に聞いてみました。いろいろちょっと書類の方を探して確認してみたんですけど、ちょっとうちの施設ではないと。でうちの施設でない場合であっても、漁港の区域内であれば、専用が上がってきますので、そちらの方の書類も確認したんですけど、ちょっとわからない。筒石漁港が県の漁港区域に指定されたのは1951年。建てられたのはそれよりも前なのか資料が残っておらず、いつどういった経緯で建てられたのか正確にはわからないんだそうです。うちの今ある限りの資料を調べたんですけど、ちょっと記録にないということで。調査にご協力いただきありがとうございました。とはいえ、なんとかこの電柱の謎を解き明かしたいゆうなび取材班、漁協にも話を聞いてみました。昔に港があって、その時に使ってた明かりが、ね、必要なわけですので、そこで使ってた電柱だって話は聞いてます。かつての港は今と位置が違い、電柱のあたりに船がつく桟橋がありました。そこに止めた漁船のために桟橋に沿うように電柱が建てられていたそうです。となると、今度はその昔の様子が知りたい。あ、すいません。あ、申し訳ありません。今電話大丈夫ですか。池亀さんが連絡を取ってくれたのは、筒井宿自治会長の池亀さん。漁師の先輩方のからしかの話を聞いてるだけでちょっと分かんないんですけど、こっちへ移ってきてからしか見たことがないんで。港が電柱のある場所から今の場所に移ってきたのは1963年頃とのこと。当時の様子を知っているのはさらに上の年代の人だということで。あそこの電柱立ってるところの話をちょっと聞きに来られてて知ってるんですけど。池亀さんが80代の地域住民に連絡を取ってくれました。池亀さんたちの情報をまとめるとこうです。こちらが1953年頃に撮影された移転する前、つまり電柱が立っている場所に港があった時の様子です。国道8号の整備や船舶の大型化を理由に港は今の場所に移りましたが、あの電柱だけがそのまま残され今に至るということです。この不思議な光景には町や産業の発展の歴史が隠されていたんですね。取材にご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。